ダチョウの卵白で作る虹色雲パン。まずは材料です。ダチョウの卵白 120g、砂糖 60g、片栗粉 20g、食用色素少々、こちらはお好みの色をご用意ください。ダチョウの卵白をミキサーで泡立てます。卵白を事前に冷やしておくと泡立ちやすいです。白っぽくなったら砂糖を少しずつ加えていきます。角が立つまで泡立て続けましょう。出来上がったメレンゲに片栗粉を加え混ぜ合わせます。この時ヘラで切るようにさっくり混ぜましょう。卵白を色ごとにボウルに分けていきます。食用色素を混ぜて色をつけます。同様に他の色も作ります。キッチンペーパーの上に重ねて盛り付けます。この時の重ね順が内部の層の色になります。最後に白いメレンゲで周りを包みます。160度に予熱したオーブンで30分から45分間焼きます。メレンゲがふっくら焼き上がったら完成です。焼き上がり後はしぼむのが早いのでお早めにお食べください。